はい、どうもパルです。今回はですね、エリチオシに変えたのかって。甘いな、幻覚だ。ごめん、これはふざけすぎた。はい、では改めまして、はい、どうもパルです。いやーね、もう正直ね、舞い上がっちゃってるんですよ。もう舞い上がりすぎてね、もう翼を授けられての気分なんですわ。そうだね、レッドブルだね。はい、今回はですね、こちら目の前に見えておりますスクコレ第3弾の方、ボックス開封していきたいと思います。いや、もうこのね、第3弾がね、このミューズが出る最後のスクコレらしいですね。いや、もう本当にね、心して開けていきますよ。もうね、これは何度見ても絶景ですよね。本当に良きかな、良きかな。はい、もちろん全部で30パックですね。はい、種類はこんな感じになってますね。レアが36種、ミュージックカードが12種、スーパーレアが18種、ハイパーレアが9種、スペシャルが9種、ハテナハテナがハテナハテナハテナ。はい、では記念すべき1パック目、何が出るんだい。おー、マキちゃん。はい、レアのマキちゃんですね。これキラキラなしバージョンの、はい、レアの普通のマキちゃん当たりました。あとそうだ、スリーブ、今回スッコル第3なんでね、スリーブが違うんですよね。すごい、このスリーブすごい、9人集合してる。うわー、このスリーブ、こういうスリーブにしようって選んだ人のセンスめちゃくちゃいいですね。うわー、スリーブ、あ、これ残り2種類も楽しみだな。はい、スリーブがメインじゃないんだよな。はい、レアのマキちゃん当たりました。はい、次、よいしょ。お、ニコニー。はい、レアのニコニーですね。あ、なんか珍しいですね、今のところキラキラのレアカードがなしと。スリーブが、あ、これ同じスリーブですね。はい、レアのニコに当たりました。よし、次、よいしょ。お、かよちん。かわいい。はい、レアのかよちんですね。はい、当たりました。そしてスリーブがこれ、サニーデイソング。うわー、めちゃくちゃいいですね。最高ですね、これ。もうスリーブがいい。スリーブがいいっていうのおかしいな。いや、残り1種類の方のスリーブも見たいですね。はい、では次、よいしょ。お、小鳥ちゃん。はい、レアの小鳥ちゃんですね。はい、当たりました。はい、そして来ました、スリーブ3種類目。もう全員集合してる、もう全部のスリーブ。3種類のスリーブが全員9人集合してるやつですね。いやー、もう本当に可愛い。っていうか、もうスリーブで泣きそうですわ。はい、では次行きたいと思います。よいしょ。お、ニコニー。はい、さっき当たったやつの、今度はキラキラアリバージョンですね。ようやく出ました、キラキラアリバージョンのレアカード。はい、ニコニー当たり。はい、ニコニー当たりました。よし、次行きましょう。よいしょ。お、来た、ミュージックカード。はい、友情のチェンジですね。友情のチェンジのミュージックカードが当たりました。初期絵もね、これはこれでいいんですよね。はい。まあ、初期絵には初期絵の良さがありますからね。それがわかる君、仲間だよ。はい、では次行きたいと思います。よいしょ。お、来たー。いやー、ここで来ました。はい、スーパーレアのかよちん。めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。スーパーレアのかよちん当たりました。おっと、そして今回は忘れないぞ、裏目を見せるの。あ、めちゃくちゃ可愛い。あ、このかよちん持ってるスクエスで。はい、スーパーレアのかよちん当たりました。いやー、第3弾のだけあって、こう、光り方が豪華ですね。いいぞ、いいバランスで当たってるぞ。はい、次。よいしょ。お、ニコニー。はい、レアのニコニーですね。レアのニコニー当たりました。まあ、まだまだ前半ですけど、ニコニー率が高いですね。僕、ニコニーのね、スーパーレア以上持ってないんで、本当にね、ニコニー欲しいですね。はい。お、かよちん。はい、レアのかよちんですね。かよちん率も高いですね。はい、レアのかよちん当たりました。はい、これが10パック目となります。もう10パック目か。早いな。よいしょ。お、ほのかですね。はい、レアのほのか。あ、ここの表紙にあるやつですね。はい、レアのほのか当たりました。よし、次行きましょう。はい。お、ほのかですね。はい、レアのほのか。キラキラ入りですね。レアのほのか当たりました。よし、次。はい。おー、ニコニー。いや、ニコニー率が高い。いやー、いいぞ。これはもう、スーパーレアのニコニーに期待だぞ。はい、レアのニコニー当たりました。まあ、あれですね。今のところの不安要素といえば、ノンタンがゼロってところですかね。はい、行きたいと思います。はい。おー、ドカク来たー。スーパーレアのカヨチン。あ、もうやっぱり今回、カヨチンのボックスなのかな、これは。はい。あ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ可愛い。どうしたこれ。どうしたこれ、もう、何この可愛さ、頂点やん。はい、では、裏カードが、
こんな感じになってますね。あーいい、めちゃくちゃかわいい。忍者？忍者のやつかな？忍者のやつなんだね、これ。そうなんだね。うん、ちょっとピンと。はい、スーパーレアのカヤちゃん当たりました。あれですね、この部分がなんかちょっと、ハートっぽくなってるのもこれいいですよね。いやーもう可愛さ倍増ですわ。はい、では次行きましょう。よいしょ。お、エリチー。はい、レアのキラキラアリバージョンですね。キラキラアリバージョンのレアのエリチー当たりました。はい、次行きましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、え、チョッパンケ、え、お、う、え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 、きたー、これ。うお、来ちゃった。もう、スペシャルのマキちゃん。うわ、最高すぎる。いや、めちゃくちゃ可愛い。いや、もう、僕満足。ご視聴ありがとうございます。うん、それやっちゃったらね、せっかく見てくださってる方がね、怒っちゃうんでね、さすがにそれはしないんですけど、はい、スペシャルのマキちゃん当たりました。もう、かよちんのボックスかなとか思ってたら、ここでマキちゃん、うわーで裏面が、はい、こんな感じですね。いや、自分のね、この開封のやつでスペシャル以上が出たの、本当に久しぶりなんですね。本当に久しぶりなんでね、いやーもうありがたいですね。いやー、マキちゃんありがとう。いやー全然興奮が収まんない。あ、言い忘れてたんだけど、さっきのね、マキちゃんのスペシャルが当たったやつが15パック目です。はい、では次行きたいと思います。よいしょ。お、エリチですね。はい、キラキラアリバージョンのエリチ当たりました。いやーでもあれですね、もう第3弾でね、スペシャル以上が当たって本当に良かったです。本当に、本当に欲しかったんです。はい。おー、リンちゃん。はい、レアのリンちゃんですね。レアのリンちゃん当たりました。ミューズ最後のスクコルなんでね、もうどうしても当てたかったんです。はい、では次、よいしょ。お、これは、ミュージックカードですね。はい、ワウワウパワフルデイのミュージックカードですね。いやー、不思議ですね。うん、何がだよってね。はい、では次行きたいと思います。よいしょ。お、ミュージックカードですね。はい、ボラララのミュージックカードですね。略して言ってみたけど、慣れないことはするもんじゃないですね。はい、これが20パック目となります。よいしょ。お、エリチ、あ、かっこいい。え、かっこかわいい。かっこかわいいエリチ。はい。レアのキラキラエリのかっこかわいいエリチが当たりました。もう僕のスクコルはこれが安定なのかな？ノンタンがいない。そして、ウミちゃんもいない。そんでもって、リンちゃんが1枚。リリホはどうした？リリホはどうした？よいしょ。お、マキちゃん。はい。レアのキラキラエリのマキちゃんですね。当たりました。はい、次。よいしょ。お、海ちゃん、やっと来ましたね。はい、海ちゃんですね。はい、キラキラ入りのレアの海ちゃん当たりました。さあ、あとは、のんたんだけだよ。はい、では行きたいと思います。よいしょ。お、エリチですね。はい、キラキラなしバージョンのレアのエリチ当たりました。はい、次。よいしょ。お、リンちゃん、これ当たったやつですね。さっき当たった、今度はキラキラアリバージョンのレアのリンちゃんですね。はい、当たりました。よし、次。よいしょ。お、ミュージックカード、ここで来た。レア度の高いミュージックカードですね。きっと青春が聞こえるの、レア度の高い方のミュージックカード当たりました。いいですね、この星がキラキラしてる、キラキラ光ってる感じの。はい、はい、ラスト5つとなります。まあ、そろそろね、ノンタン出てくれてもいいんじゃないかな。もう散らすな、もう本当に。よいしょ。うおー、きたー、ニコニー、ハイパーリア。あ、もうこれ、ニコニーのボックスでもあり、カヨチンのボックスでもあったんですね。うわー、来た、ハイパーレアのニコニー。めちゃくちゃ可愛い。もう、ついにね、ついにスーパーレア以上のね、はい、ニコニーが当たることができました。当てることができましたか。はい、ついにね、スーパーレア以上のニコニーを当てることができました。いや、めちゃくちゃ可愛い。で、裏面がこんな感じですね。あー、もうこれもいい。本当に可愛い。はい、ハイパーレアのニコに当たりました。いや、ここに来てね、ハイパーレアが当たるとは、もうこのボックス当たりですね。はい、では次行きます。よいしょ。お、エリチですね。はい、レアのエリチ当たりました。はい、ラスト3つです。うん、ノンタン、どうした？怖がらなくてもいいんだよ。はい、では次行きたいと思います。よいしょ。お、リンちゃんですね。はい、これはレアのリンちゃんですね。キラキラなしです。はい、ラスト2つです。よいしょ。お、ミュージックカードですね。はい、
錯覚クロスロードズのミュージックカード当たりました。はい、ラスト、そうラストなんですよ。ラストなんですけど、のんたんがねいないんですよ。はい、では最後のパック開けていきます。なんだ、お、来たもう、なんなんでしょうね、この最後にのんたんが当たるっていうの。もうこれもう本当にね、じらすの大…はい、では今回当たったレア度の高いカードがこんな感じですね。はい、きっと青春が聞こえるのレア度の高いミュージックカードと、スーパーレアのカヨチンと、同じくスーパーレアのカヨチンと、ハイパーレアのニコニーと、はい、スペシャルのマキちゃんですね。もうめちゃくちゃ嬉しい。第3弾のね、僕たちは一つの光のね、この衣装でね、このスペシャルが当たるの本当に嬉しいですね。それこれ書き下ろしみたいなんですよね。スクコレ限定のイラストらしいです。はい、ありがとうございます。はい、当たった全部のカードがこんな感じですね。いや、もう本当にね、もう何度も言わせて、何度も言いたい。ミューズのね、最後のスクコレでこのスペシャルカードのね、マキちゃんが当たったのは本当に大きい。もうめちゃくちゃ嬉しいです。第4弾からはですね、完全にサンシャインになっちゃうんで、ちょっとね、まあそれをね本当に欲しいんですけど、もうちょっとね、やっぱり寂しい部分もあるんでね、うん、本当に当たってよかったです。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではさようなら。